スポーツファンの皆さんこんばんは亀山敦人ですこんばんは NBS アナウンサーの亀井真亮ですはいそして今日の亀友はセレス大阪森島裕明ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますこの亀友スポーツマンデーもこの4月で7年目を迎えていますそして今日のゲスト森島裕明さんはその初年度7年前から加わっていただいております今年もよろしくお願いしますよろしくお願いしますそれではあのバトンを忘れましたのではい。上泉さん金村さん金村さんお疲れ様でしたよろしくお願いします頑張ってつないで まあ野球の話金村さんもてんこ盛りでしていただきまして今週も、はい、<laughs> お腹いっぱいかもしれませんが、はい、さらにその上亀山さんがおいしい野球の話をしてくださるともう金村さん全力投球すぎるからね。<laughs> <laughs> <laughs> すごいハードルがね上がりますけれども <laughs> まあ頑張りましょう。そしてボリスさんには J1、J2 そして日本代表のお話も伺っていきたいと思います。J2 セレスト頑張ってますが昨日は惜しかったですねっていうかこの間の試合は。そうですね。うん、まあどちらかというとね、うん、あの金沢の勢いにね、うん、やられてしまったっていう感じありますけどね。はい、でもセレストさんが J2 で戦うことになって、はいうん、逆に J2 のそれぞれのチームの魅力というか特徴みたいなもの知ったっていう方も多いみたい。 金沢ってこ、まあ、いちゃんなんですけど、うん、知らないっていう方は結構関西の中でもいらっしゃったんですけど、はい、こんなチームでこんないい選手もいるんですねというような声も聞きましたまあ本当ねあの戦い方自体も、ねうん、そんなにもベタベッキして守るというよりも攻めるね、うんうん 中での積極性というのもしっかり持ったチームでしたからどうでしょう、森さんが現役の時に比べると J2 の中の様子っか。いうのは非常にこうレベル高いというかね、まあ、どこのチームにもやっぱこう上にいくチャンスっていうのが、まあ、今シーズンは特に J2 ていうのも非常にあるなっていう感じがしますよね、うんうん、亀山さんもよくおっしゃってますけどね J2 から上がってきたチームがいきなり J1 でいい成績上げることが多いよねと。うん そうですねだからやはりこうどうでしょうあのー、また野球と一緒にしちゃいけないでしょうけど期待がかかってる分ちゃんとやらなきゃっていうんじゃなくて持ってる勢いで目いっぱいやって。 結果出るっっってていいううののやっぱりスタートダッシュなのかなか、うん、自分のいいところを自分たちのいいところをとにかく思いっきり出そうよとそうですね弱点の福,は、はい、福アートでも構わないとあ,あの、うん、忘れてました今週もとりあえずドラゴンさんがトップで、うん、いますのでそこも含めてね <laughs> いやだから結局 そのある程度上位に予想されているチームっていうのは、はい、しっくりがっちりかみ合ってくるとやっぱりある程度力を持ってるから評論家の方たちは評価してるわけなので、ね、そこにいくまでにリズムを崩すっていうのはやっぱり回予想されているチームの、うん、ある意味も持ち味だし、うん、それでリーグが盛り上がっていく。 うん、これやっぱりスポーツは常にそういうもんじゃないですかね特にセレストのようなスターが多いチームと対戦するチームというのは当然、食ってやろうと思ってかかってくるわけですもんね、うん、まあそれはね、やっぱこうそういう気持ちっていうのはみんなやっぱ上に行きたいこういうチーム勝たないと上に行けないっていうふうな、はい、気持ちできますからねセレストに勝たないと J1 で戦うなんてとてもじゃないとそれぞれのチームが思ってかかってくるわけです、ねうんまあ、J1 で戦ってたチームというのが自分たちが今度上に上がるときのねまあベースになってくるわけですから。うんうんはい 今日もプロ野球そしてサッカーの話題など中心に亀山努の「亀友スポーツマン」でお送りしてまいりますあなたのごひいきのチームはどうですかあなたの注目ポイントなどまたメールでお寄せください。 亀友アットマーク MBS1179.com 亀友トモアットマーク MBS1179.com でお待ちしておりますサッカーに関して森さんへの質問も大歓迎です番組の公式ホームページにもメールの送信フォームがありますまたホームページではウェブラジオのリンクも貼ってあります聞き逃してしまったという方そして関西県外の方パソコンなどでウェブラジオでも亀友スポーツマンでお聞きいただけますメッセージ採用させていただいた方には全員に 白ご飯にかけて美味しい亀友トモ明石のりふりかけをプレゼントしております。 ようやくあの整いまして、今週から順次発送できることになりましたので、バックを出してお待ちいただいてた皆さん、あの今しばらく発送までお待ちいただきたいと思います。もう届きます。もう届きます。そうですね。はい。スタッフの木田さんが全力で届けますので、全力で届けてください。走って届けるわけではないですけどね。はい。ノベルティカメトモのりふりかけメール読ませていただいた方にはプレゼントです。亀友アットマーク MBS 一一七九ドットコムでお願いします。 はいそれではでよろししくお願いします亀山努の「亀友スポーツマンデー」最初のコーナーは亀友スポーツジャーナル先週のスポーツに関するさまざまな話題について亀山努さんそして今週の亀友セレッソ大阪アンバサダー森島弘明さんと話をしてまいります、はい、まずはこちらからネットを続くプロ野球先週もプロ野球セ・パ両リーグ各試合が行われました阪神タイガースはベイスターズカープと対戦して1勝4敗 ここまでの通算では6勝8敗で5位となっています一方パリーグオリックスバファローズはマリーンズイーグルスと対戦して1勝4敗1分け開幕からまだ2勝12敗という成績苦しんでおります、うん、まずはタイガース行きましょう、はい、え先週は横浜と戦って381612の3連敗 うん、そして広島は、まあ、雨の中止もありましたが2 7の負けそして昨日は4 3の勝ちという展開になりました、はいえー、いいところを振り返りたいと思います、うん、まずはこちらからホームインウ t ズタイガースタイガースの得点シーンからいいところをピックアップ先週のタイガース5試合で合計11得点を挙げていますその11得点の中から亀山勉さんにここぞの1点をピックアップして解説していただきます今週は このシーンです。やっぱりこのシーンですね、亀山さん。はい。昨日のカープ戦、鳥谷選手のホームラン、一点ビハインドの八回裏ノーアウトランナー一塁カウントツーボールノーストライクから三番の鳥谷選手ライトに逆転ツーランホームラン井上正和アナウンサーの実況でお聞きいただきました。見事なホームラン。もうここしかないでしょ。どう考えても。多分やる前からなんとなく <laughs> ね聞いてる方は分かってたと思いますけど。 この一発でで連敗が6で止まりまりしたポイントとしては1番から3番にオーダーが変わっての鳥谷さんのホームランということですよね。はい、そうですね。うん、まあだから本当にチーム自体が重たい雰囲気の中、えー、決めるべく人が決めたというとこですね。はい、それも8回裏でしょう。もうオースンファンだけでいけるっていう状況のとこでひっくり返すっていうねまあ一番本来であれば強い野球の仕方ですけど。はい まあそこまでの逆転された過程が不安、えー、またやっちゃったかっていう感じだっただけにね、うん、うんそれをこう一掃するような一発になったなと、はい、さあ、カーブ、これ、勢い出てきたでって雰囲気が出てきた中だったので、余計ね、うん、でも本当にずっとどんよりした曇り空の毎日みたいな感じだったんですよ、はい、えー、その雲の隙間から本当に一瞬、光が差したみたいな、うん、ホームランだったかなと。 鳥谷選手のコメントです、はい、去年も3番に入っていましたし違和感はなかったです甲子園で勝てて良かったです次の試合からまたビジターですがこの勝ちが次につながると思いますと語っています、うんえー、開幕から和田監督鳥谷選手を1番そして3番に西岡選手というオーダーだったんですが、うんはい、たまらずと いうことなのかそれとも適正な形に変えたのか、ここを改めてどういうふうに考えたらいいんですか難しいね、適正な形で言えば開幕オーダーなはずなので、本,本来の甲子園が今年目指したところはね、はい、ただやっぱり1番の鳥谷選手が、まあ、スルーはいいんですけど、なかなか2番の上も調子上がらず。で前の週に えー、横浜 d n a 戦かな、はい、から上本君をちょっと7番で気楽に打たそうとか、うん、いろんな変化が出てきた中だったので、まあ、性格的にも思いっきりのある2週間くん前に持ってきて、うんでえー、去年まで形になってた3、4、5で固めてという、だからこれで収まるのかな、どうだろう、みんな調子上がってきたら、また最初に戻すのかなってのは、まだちょっとこの現時点では何とも言えないですが、まあ、鳥谷選手だなと。 やっぱり1番と3番とその打ち方が変わりましたよねあ例えばフォームとか,でか 1>,、ね、1番にいる時どっちかっていうとそのゴロライナーでどっちかっていうと反対方向に打ってるイメージが強かったですけどき、まあ、昨日のホームランは本当に引っ張ったライナーですからまあクリーアップ打つんであれば引っ張るよと長いのも打つよというような感じを。 僕は見受けけたんですけどね、えー、3番には3番の打ち方で見事に打ち切ったホームランを打ったということでしょうかそれが彼のコメントかなっていう気がするんですね、はい、去年も3番打ってますからと、うん、打ち方は分かってますよと一、うん、番にいる時はその3番でやってたようなバッティングではなかったですからオープン戦から必然的にもセンターとか三遊間とかレフト線に打っていくイメージが強かったので、うん、まあこれを本当に気にですね えー、次がドラゴンですかね、はい首、えー、位ですけど、首、はい、位ですけど、<位>えー、今シーズン、唯一、三冠でしてるチームですから、<laughs> そうです、初戦ですね、はい、開幕三連戦、ここでガンとまた叩くことができればね、チームもやっとこう,こう勢いが乗ってくるかなっていう、あと、一つだけこうほっとしたのは、ええ、打順を入れ替えたところで、入れ替えた人が結果出したっていうね。あ うん、いわゆる切ったカードが当たりのカードになったわけですよね、はい、これしたけどこれも機能しないとなると相当雰囲気悪くなったと思うんですが、うん 関連してメールもいただいてます、はい、木の川市の、えー、和歌山ですね、はい、ラジオネーム小松さんという方です、はい、タイガースやっと勝ちましたね負けたら甲子園開幕5連敗歴史的な敗戦になってしまうところでした、うん、でキャッチャーなんですが、はい、梅野選手に変えて藤井選手、うん、巨人もちょっと前に小林選手に変えて安倍選手にしましたがタイガース和田監督も我慢の限界だったのでしょうかと えー、梅野藤浪のコンビネーションなどを考えると、えー、藤浪藤井のコンビになってしまうんでしょうかこの辺りいかがでしょうかというふうにいただきま,したうんまずはまあその梅野君で乗り切ってほしいところはありましたけど、まあ、少し、まあ、我々もそうですねメディアで <laughs> 一応評論しますので、えー、ある程度いろんなところで言われている中で一回梅野君の,その体の疲れ精神的な疲れも含めて。 一回リセットかけて、うん、でベテランを使ってみてっていうことでちょっとこう相手が読みやすくなってる部分を変化つけるっていうのも一つだと思いますしただまあこれでじゃあ藤井君が主戦でっていうわけにはいかないと思いますそれやややるととっぱり藤ままた故障が出てきすすいと思い思のでうまくこう藤井選手みたいなベテランを使いながらメインはもう梅野君がやれるようにパリ頑張っていかないと来年再来年3年後5年後っていうことを考えたら。 なんとかまあここは梅野君乗り切ってほしいところだし藤井君の配球もしっかり勉強すれば十分それ修正可能だと思いますのであの若手の育成とそれから結果を出すっていうのは森さんサッカーでもなかなか両立が難しい分野ですよね、はい。まあそうううですねね、まあ、今こう言われてて、まあ、いい若選手っていうのはこう、ね、なんか なんて言うんですかねこう経験をする場っていうのを与えながらも、うん、その中でその選手が伸びていくとチームの力になると思うので、うん、まあそういうところで言うと、ベテランと若手っていう,こう起用のタイミングとか、そういうところっていうのは非常に大事になってくるでしょうね、はい、ミスは当然、誰にでもありますけど、そこをどこまで辛抱してやれるか、はい、あるいは勝負を考えて、どこで見極めをつけるかっていうところで、ねはい、チームが調子いいときっていうのは、結構使いやすいですね、いろんな選手、若い選手もね。 さてそんな若い選手の話題も入ってきていますキャンプ中から注目を集めてきましたルーキーの江越選手火曜日のベースターズ戦でプロ入り初ヒットを放ちました、うん、ただ6回の守備では横浜バルディルスのセンターマンヒットを後一プロ入り初エラーも記録してしまいました試合後江越選手はいやヒットよりも後ろに反らしてしまったエラーの方がまだまだだと思いますと話しました、うん、和田監督 守備で大和と交代したのはもう1打席立たせたかったから打つ方の内容は決して悪くない守備は守備でしっかり反省して次につなげてほしいと思うと期待を語りました、うん、ライトからセンターに変わってとそこでエラーしてということだったんですよね、はい、キャンプでも一番注目されていた選手の一人だった江越選手だったんですが、うん、亀山さんこのシーンまあオープン戦も含めてレフト、センターライト全部練習してゲーム出てましたので。うん まだからバックアップも含めて、いろんなことをやってほしいっていう部分でしたけど。まあ、打つ方は結果出ましたけど、守備はちょっと悩むかもしれませんね、これ。同じ外野手として、はい、よくセンター真正面の打球は難しいんだよと聞いたこともあります、ね。はい。はい。あの場合、江越選手、具体的に何がいけなかったんでしょうね。前へ出る、後ろへ出る、そこの判断ですか。うん。だけど、その判断のミスももちろんあるので、ええ、その。 極端に言えばミスをしない選手なんて若い人いないので、うん、ミスを引きずらないことが大事切り替え、うん、ミスをして経験だからあのミスをやっちゃいけないとか、うん、あのあーって言って消極的になるのが一番ダメなのでもうせめてせめて失敗してダメならファームに行ってもう一回一から練習すればいいんだもん。うん 気に合うよりも、うん、あの練習して切り替えますわまた泥にまみれます、これでいいんですよね。そうそう江越君なんかは、うん、要するに将来これバックアップでずっとベンチで、ね、守備固めとか代走で行く選手じゃないと思います。将来的にはレギュラーにならなきゃいけない選手なんで、うん、そういっぱいも失敗もたくさん経験すると思います。ただ野球の場合はシーズン始まったら今年は143試合、はい、ちょっと待ったがないから、うん、行きっぱなしなんで。 忘れるここととです悪いことは気持ちの部分、まあ、サッカーもすごく、ねうん、そういうところがあって、まあ、ミスしてもう大事にこう、大事に行こうと思って、どん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 、ねうん深みにはまっていくそうそうということもありますからね、ね<ー>気持ちを変えて次はやるぞぐらいのこう思い切った気持ちでプレーするというのも大事でしょうね。口、ねうん、口に出したらかんよ口に出出ししたたららかかんんよけど ミスした時は。うん、いや、津子田監督が悪いねと思うぐらいの時代で。<laughs> あの、プレイすることが大事。な <laughs> ちょうど四月で、うん、新社会人の方もいらっしゃると思うんですよ。はい、仕事慣れないうち、ミスもします。はい、私もいっぱいミスした経験があるんですけど。はい、その時の気持ちの整え方としては、はい、やっぱり。うん 切り替えて忘れて、次の仕事で頑張るよりしょうがないわけですよね。そうだ忘れるって言って、全くゼロにしちゃいけないですよ。うん、もちろん、はい、その課題としては、うん、その練習はしなきゃいけない。はい、けど、ゲームの中はもう完全に切り替えないと、うん、悩むのは練習。はい、ゲームはまっさらな気持ちでやる方が、うん、僕はいいと思いますね。 さて、パリーグ参りましょう。オリックス・バファローズです。茨の道が続いています。先週もわずか一勝、両リーグ最速で十敗、借金十という形です。昨日の楽天イーグルス戦、サヨナラ負け、引き分けを挟んで四連敗です。今期、開幕から十五試合ながら、早くも三度目の四連敗です。一度は試合ひっくり返したんですが、昨日、踏ん張りきれませんでした。先発ルーキー・山崎投手を含む四人のピッチャーで合わせて、当のフォアボールと。出 ネットボール打線も3回以外は無得点と厳しい戦いいい戦が続いていますただ亀山さん、はい、戦力では断トツと言われていながら、うん、エース金子セットアッパーを抑えでいうと平野岸田が、はい、で4番のブランコ、うん、こんだけ怪我に出てたら厳しいよよなとも思うんですよ、ね、ヘルマンも抜けちゃったんですねだこれ。<ぁ>って考えたら厳しいですけど。うん まあやるしかない、ね、だからこれもちょっと待ったかできないのがまたプロ野球のシーズンの怖さでこんなはずじゃなかったこんなはずじゃなかったっていうことが、まあ、多分一番やってる選手が感じることですから、うん、ただもうこれも本当に切り替えるしかない確かに俺が打たなきゃとか、うん、あの俺が抑えなきゃっていう気持ちは大事ですけど、うん、みんな真面目で強すぎてプレッシャーになってるのかなというふうにも見えます,よね,そうですね。あのー これも言葉悪いですけど「ほったったらほうよ」<laughs> <laughs> の岡田さんがおっしゃってた,たらそれぐらいのつもりでやらないと <laughs>、ええ、あの変わってこないのかなっていう。<laughs> う<ん>あの森脇監督が「うん、いや負けたら俺の責任だよ」っておっしゃってくださってるので、はい、選手の方は逆に。うん 負けたたたら俺を使っっ監督があるささききの亀尾さんのの亀ん言葉そまままいただきますに口に出しちゃいけないけどねそういう思いでやった方がいいかもしれないですねせっかく監督さんがそう言ってくれるんだから選手はもう全部監督さんに預けて自分はやることをやるんだと、うん、そう、うん、でまあ,あの去年かな一昨年かなジャイアンツの話をした時に言いました、はい、あの重たいギア変速の自転車と一緒なのでカツとかみ合ってくるとぐ、はい、ンとスピードは出るチームですし、はい、まあもうこの時点で4連敗3回 うん、なかなか経験しないと思いますよこの戦力で。って <laughs> 考えたら、ええ、こんだけ連敗するチームは連勝する可能性も十分持ってるチームだと、はいうん、僕は思っていいと思うんですね、うん、だからまあとにかく前を向いて上を向向いいいてて上、うん、もう頑張るしかなこれはこういう時に引き合いに出すのは心苦しいんですけど、はい、実はセレッソさんも、はい、期待されたその年に調子が悪かったという経験が そうですねまあ優勝するんじゃないかと言われながらのシーズンではありましたけどまあちょっとまあチームの中の歯車というかねみんなやっぱこう勝てなくなった時になんでだなんでだっていう感じで一体感がこう勢いに変わらなかったですからまあ今言われたよ選手たちがこう迷ってくると足がこう止まるというかねだからもう今の監督の話じゃないですけど。 もう俺らが思いっきりやってね、っていう気持ちを選手がこう持ってやるっていうのは、 まあ大事かもしれないですね。ね、はいえー、でまあ月が枯れはなんて言いますけどまだもうちょっと月が枯れは先駆たんで <laughs> まだ13日、はい、そうだからもう本物 <laughs> 頭の中を切り替えてね <laughs> はいうん一生懸命がむしゃらにやるしかないかなと思います,すね、はい、森脇監督も対戦相手が一回りしたんでという表現を使われてましたうそうです、えー、予告先発発表しておきましょうオリックスは明日京セラドーム大阪でソフトバンクホークスを迎えてですオリックスは西そしてソフトバンクは大隣ですタイガースは名古屋ドームでアウェイの試合 です。阪神の予告先発は岩田中日はバルデス、えー、ということになっております、うん、で、調子が気になるといえばセリグのジャイアンツです先週はカープ、はい、スワローズと対戦して3勝3敗通算ではまだ7勝8敗で1つ負け越し4位ではあります、うん <laughs> はい、昨日のスワローズ戦は勝ちました6対1ですが4番が坂本 そしてその前に亀井、5番が阿部というクリーンナップでした、チームは7試合ぶりに4得点ということなんですが、ジャイアンツもいろいろ組み替えてますよね、亀山さん、はい。動きすぎかもしれませんね、ジャイアンツに関しては。うーんもっとデンと構えていってもいいチームなんですけど、まあ、だから、ここはもうキャッチャーの小林君が機能しなかったのが一番大きいんじゃないですかね。 ももううちょっとと辛辛抱抱してもと思うんででですすがそれは辛抱できないですかやっぱり巨人は勝ち続けないといけないチームですかだって村田君は8番で使ってるようなチームですから相当強いチームですよ、はい、本来で言うと、うん、ただやっぱりどうでしょうあまりもたつきすぎると追いかけるのが大変だっていうのがあるのかなそっか競馬で言うといくら差し馬でもあんまり行かれると追いつけない追いきれないケースもありますもんね、うん、ただまあ ね、これも申し訳ないですあのドラゴンズとベイスターズとソワルさんのファンにはねイ<エ>イ <laughs> だけど、まあ、B クラス予想のチームががんと前に行ってるんでまだそうかジャイアンツタイガースカープが前にどれかが行ってるんだら心配ですけどまだもっとこう真ん中で詰まる可能性をすごく秘めてる。 ペナントレースななのので先行逃げ切りの馬はまだいないとこれはだって極端に言ったらパ・リーグもそうでしょ、うん、日ハムがすごくいいんですけど日ハムも事前の予想はそんなに、ね、評判高くなかったです今10勝3敗で続く西武が7勝5敗、はい、でロッテとですもんね。ですねだから、まあ、楽天さん以外は、うん、あのロッテソフトバンクオリックス、まあ、まあまだエンジンかかってない感じですから。うん これは今年は珍しいかもしれませんね。本当に混沌としてきています。うん、で、その混沌の主役の一人が私の故郷名古屋のドラゴンズです。こんな話題があります。いいいいスワローズベイスターズと対戦して3勝3敗通算では9勝6敗ベイスターズと同率の首位です。うん、昨日のベイスターズ戦サヨナら勝利でした。3対2先発の吉見投手が抜群のコントロールで7回を6安打ですが、無失点の高投 おととし手術した右ひじの状態を考慮して前回の当番の後一度登録抹消中10日のマウンドでしたが仕事は全うできたと思いますと喜びのコメントでした、うん、明日から名古屋ドームで阪神と3連戦です今の中日の現状については亀山さんどんな風に見てますかいやいいんじゃないだから本当にこのロースコアゲームは相変わらずうまいなと。 もう3点4点離されるとシュンとなるチームなんですけど <laughs> <laughs> このネチネチとこうロースコアで戦うと本当にしつこいというのがもう昔からイメージありますね、うん、一時期そのしつこさみたいなのがなくなって淡泊になってたんですけど、はい、今年またあの頑張ってきたなっていうのがファン目線の印象です、はい。っていうのは先週もちょっと申し上げたんですけど、ええ、目立った補強がなかったので、うん。 評論家の方の方様子はもう断トツで最下位でしたはい、はい、ただ選手にしてみると補強がなかったんだから、うん、俺たち一人一人がやんないとと俺がやんないと本当に最下位になっちゃうよ、うん、こんちくしょうと思ってんじゃないかなときっかけは森野選手の怪我で福田信政選手が上がってきたで使われていい成績を上げたじゃあ俺もっていうん、ね、で2番の亀沢選手とか頑張ってる、はい、なんか落合さんが監督で最初に入ってきた時に補強しないよ お前らが一割がん、もう積みましたら成績優勝できるだろって言って、本当に優勝しちゃったっていうのを、ね。をん。彷彿とさせてるなという気持ちです。あんまり褒めたかないですよ。はい、あんまり褒めたかないけど。<laughs> まあ、あの、われが戦った九十二年のタイガースにちょっと似てるかもしれないです。ああ<ー>、うん。はい。二三点しか取れないチームだったんですけど。はい、まあ、ピッチャーも頑張って、防御率良くてっていう感じだったので。あの時も甲子園がラッキーズー撤廃して。 広い球場になった時だったので名古屋はもともと広い球場ですからそれをうまく使った地上戦といいますかね足も使うアウトボクシングっていうのかなノックアウトなしの地味なボクシングの試合あるじゃないですかみたいな試合はうまいから地味があっとるんだわ名古屋にいやいややんなこと大やだけどここは要するにここから星を落とすところは 後後僕はしんどくなると正直思っています。ただタイガース開幕で三連敗した相手ですので。うん、ちょっとなんというかプレッシャーはかかってると思いますよドラゴンズ。そうですよね。ただタイガースも一つ雨が入ったことでローテーションが変わりましたのでね。はい、ここはどう出るかですね。岩田投手は中九日そして対する中西のバルデスは中五日という予告選抜の状況です。うん、野球その他の話題です。独立リーグルートイン B. C. リーグ開幕しました。 でかつて千葉ロッテマリーンズでプレーしメジャーリーグでも通算2586本ものヒットを記録したのフリオ・フランコ兼任監督56歳が今シーズンから石川を率いて頑張っています兼任、はいはい、監督として先週9回ワンアウト3塁の場面で代打で登場代打折れバットをあの高く構えて水平にキープする。はい あのフォームできっちり犠牲フライを放ちチームの今シーズン初打点を自ら記録しました感触は悪くない采配を振りながら市場に備える難しさいやなんてことない野球はメンタルのスポーツあの場面はベンチから見ていてもストレートは来ないのが分かっていたからね体力的にも問題ないよトレーニングは20歳から毎日しているもう俺の打席はいいだろ犠牲フライ打つために試合してるんじゃないんだからプレーするのは勝つため人生と一緒で どう始まるかよりどう終わるのかが大切なのさと話していいたととうことです、うん、亀山さん、BC リーグちょっとご覧になったという話聞きました僕は、はい、開幕戦の、えー、富山サンダーバーズとタイガースの2軍の試合ですね、はいはい、見させてもらいましたけど、まあまあ盛り上がってましたよ。うん、はい なんかこういう個性あるチームが出てくるとそれぞれの地方でまた盛り上がるなという気もしますそうですね今後だから今シーズン NPB と2試合は組むのかな絶対どのチームもで BC リーグの方は勝敗表に観察されるらしいですへえじゃあ真剣勝負ですね NPB のは入らないですけど、はい、っていうところでどんどんそういうところでいい選手が出てきたらまた面白いですし、はい、フランコ56ですよ56歳 <laughs> ただこれ事情だよね多分いやだからでも下にごまかす っていうのはあるってもう上にごまかすってことはないので60行ってる可能性もあ,、ねはい、あれ誰から聞いたんだっけな60超の噂あるよね今スタッフが教えてくださいナシさんと一緒らいじゃないかって話だよねそう考えたらすごいですねすごいいいぐらいになる可能性が高いこのスピードにやっぱついていけるもんなんですか目とかいやだからついていけてるからすごいよね,、うん、ね動く弾が打てるんですからねそうなんですよまあだけど俺 色気出してこれ NPB 来るぞって言うかもしれないでね。<laughs> いやいやわかんないですから。はい。まあこの辺もね B シリーグもまたチャンスがあればね。はい。引き続きあのお伝えできればなと思ってます。変わってはサッカーです。まさかの黒星プロサッカー J2 は第7節が行われセレッソ大阪はホームで津辻元金沢と対戦し0対2で敗れてしまいました。 今シーズン初めて緊張スタジアムでの試合でしたが残念ながらサポーターから試合後ブーイングも飛びました試合開始から主導権を握っていたセレッソですが残念ながら得点を奪えず前半38分に鮮やかなミドルシュートで得点を許してしまいましてその後 PK で追加点を献上という形でした亀友にも出てくれましたミッドフィルダーの大木原選手 相手の思惑通りになってしまいましたと振り返ってくれていますで、今シーズン初めて、えー、元日本代表のフォワード玉田選手をスターターから外してスケットの3人での3トップでしたフォルラン、カカウ、そしてパブロですよね森さんそうです、ね、相手の倍近いシュート17本を放ちましたが結果ノーゴールこれで5位に落ちてという形になってしまいました、うん 森さん、この外国人スリートップ、昨日残念ながらしませんでしたか、ねうん。まあ、そうですね。あの決定力はね、あのそれぞれの選手っていうのは持ってるんですけど。はい、まあ、今、これ、まあ、相手の倍近いシュートを打てるっていうふうにはなってますけど。はい、実際はやっぱ相手のね、守備が整った。 もう見られれたた状況で打たされてるようなシュートが多いんですよ、ね、だから相手を崩してのやっぱシュートっていうそこのエリアになかなか入れてもらえなかったっていうことが結構あって、うんうん、だからまあこの助っ人の3人というのがまあ今回はね今までずっと玉田選手がずっと出てて、はい、玉田選手がどちらかと動くことによってその周りの選手たちがうまくそういうエリアに入っていけてたんですよね。はいはい、どっっちかとというともらって最後の仕事をする タイプがが結構多いのので選手が、はい、まあそういう意味で言うとまあ金沢がすごくこうブロックを作るところと前から奪いに行くところとっていうのを徹底してやってたところにまあちょっと苦しめられてましたね。フォルランカうパブロそして玉田、まあ、4人いるとしたら、はい、誰誰誰をチョイスしますか、まあ、3トップにこだわらなくてということは、まあ、はやはりこう今こうセレストをこう見てると やっぱあそこのまあどこに使ったとしてもやっぱこのね存在感というのはやっぱ外せないかなと思うんですよね。<い>っていう話じゃないですか。はい。なんで外しちゃったのこれ。いやでもこうパブロもいい選手なんですよ。はい。まあパブロもいい選手でまあ二試合ぐらいこうねあの試合出てなかったんですけど。はい。まあ こうコンディション戻ってきて、うんまあ、そこの勢いというのを、まあ、組み合わせでフォルラン、カカウとパブロというところ、まあ、これは選択肢の一つで監督はそこをちょっと起用してみたかったんじゃないかなという感じがしますね。まあ、でこれで何か見えたんですかね監督は。いやおそらく、まあ、こう見えたというよりも、まあ、今回は、まあ、そのメンバーであって。はい まあこれで変えるかなっていうのは実際ちょっと何度も言えないですけどねはい、はい、もう一回次はもっと良くなるというパフォーマンスがまた上がってくるという起用方法もあると思いますし、うん、ただ、まあ、個人的にはやっぱその助っ人のそのポジションに、まあ、玉田であったり関口であったりって日本の、うん。 選手たちがやっぱりそこのポジションに割って入っていくと、セレッソもっともっと良くなっていくかなと思うんですよ。まあ、今回、負けた中でも、先制点がスーパーゴール、もうワールドクラスのゴール、ミドルシュート決められてるんです3人、ちゃんとセレッソディフェンダーって、守備の陣形整ってたんですけど、はい、その前から佐藤選手ですか、金沢の。うんはい キレのいいミドルシュートを打たれました、はい。まあ、た、だまあ金沢もそれが狙いといえば狙いなんですよね。はいはい、水永選手って前の選手に当ててこぼれ球を拾ってのまあ攻撃の形っていうのがあるので、うん、まあそこがうまく先制点取られて逆に。 セレスがやっぱりそういうちょっと焦りというのであ<ー>まあ最後のゴール前の判断であったりっていうのも、まあ、その得点というものが効いてきたなという感じがしましたけどね。なるほどねただ森下の話を読み解くとですよ、はい、まあ僕作家詳しくないんですけどいいいしす詳しくじゃないけど、はい、玉田選手がいることでバかが動いてってなった時に、はい、どうもこう外国人の3人だと待ってる感が強いイメージで話聞いたんです今ね、うん、だからまあディフェンスがしやすいのかなと。はいまあ まあ、でも、そうですね、あのまあ、出どころがね、うん、やっぱこうはっきりしてくるので、はい、まあディフェンスとしても、ある程度、そういうところの部分っていうのは、相手チームも、やっぱ出さしても、やっぱ目の前に置いとくと、やっぱ怖くないわけですよね、はい、ど,ねどんだけ決定力ある選手でもね。はい、うまあそういうところの部分でブロックを作るっていうところが、結局はこう前の連動性というのがなかなか、 出なかったというところですから、ね、ただまあ去年の岩盤の時も森氏も言ってたと思いますけど、はい、やっぱり J2 の試合っていうのはそうやってそのディフェンス締めてストレスのかかる試合が続くと、はい、だからどうにかしてやっぱり動いてこじ開けていかないとっていうのを含めてやると、はい、やっぱり。 このか勝ち方を金沢がしたってことを、はいうん、他のチームもやっぱり見るわけだもんね。まあそうですね、普段こうやってる戦い方の中で、はい、まあ金沢はまあ、ね、自分たちのスタイルで、ずっと別にべた引きをしてきたわけではないですから、ただ守備というところのブロックを作って、相手にチャンスを与えないというところは、スカウティングというのもありますから、はい、まあこれで守れたっていうことで、他のチームもよりそういう形っていうのを取ってくるチームも、 いいるのかなという感じはしますよね金沢はこれで4連勝を飾りまして順位も4位まで浮上しました。PK をえその佐藤選手の先制の後決めまして6得点となって J2 の得点ランキングトップに並びましたのが清原選手です。はい、試合後のコメント ワールドカップ MVP のフォルランやドイツの代表選手あるいは日本の代表選手と同じピッチに立っているのは不思議な感覚でした J3 から上がってきた僕たちのチームがタレント軍団を倒せて自信にもなりましたというコメントだったそうです。 みんなこういう意気込みでね、亀山さんかかってきますもんね。やっぱりそうですね。これやっぱり、うん、北陸新幹線効果もあるのかな。<laughs> 金沢。これは今年は時代が来てるぞっていう。いや、もう。何でもやっぱり頭の中でプラスに持ってった方がいいですもんね。金沢でも本当にいい戦い方してましたよね。うん、ねいや、四連勝してる、まあ、さすがですわね。うん、はい。ジェは現在一位が千葉、二位が岩田、三位に長崎、四位が金沢で、五位セレッソ大阪というランキングです。 そして J1 ではこんな話題もあります FC 東京に日本代表フォワード武藤義則選手22歳がイングランドプレミアリーグの競合あのチェルシーから移籍金およそ7億円で正式なオファーを受けたと各国のメディアが報じています、うんうん、これ日本よりも現地イギリスの方が熱心に報道してまして、うん、あの BBC がサッカーニュースの2番目の扱い2週間前に大学の経済学部を卒業している日本代表でも主力 チェルシーの監督モウリーニョは欲しがっているが武藤本人は態度を決めていないなどと報じていますーそのモウリーニョ監督練習後の公式会見でもちろん武藤のことは見ているだが今の段階で FC 東京の選手について話すのは良くないと思うと明言は避けました来シーズンからチェルシーのスポンサーに日本のタイヤメーカーが加わることになったんですがそのことと関連しているのではという質問については、まあ、それが現在のサッカー界 ビジネスを完全に排除することはできないが我々はサッカーのクラブ優秀な選手将来性のある選手でないと判断しなければ連れてくることはないよとここれは正当派ののコメントでしたモーリーニョといえば、うん、監督ながら年俸で20億円を超えるという超ビップでございます。日本代表でもい億ぐらい というふうに言われてますよね。まあ、そうでしょうね。うん、会社や、んこれも。<laughs> いやいや、もう。ね、ホーリーニョカンパニー。会社ですよ。まあ、でも、この下でやりたいという選手たちもたくさんいるでしょうからね。うん、はい。で、武藤選手のライバルとなり得るチェルシーの攻撃陣は。詳しい方。もう、すごいと思います。ジエゴ、コスタ、オスカル、エデン、アザール、ドログバ、ロイクレミ、ウィリアンなどなど。もう、各国代表のエース級がずらりと勢ぞろい。 でもし武藤が入った場合は右サイドのブラジル代表の若い選手ウィリアンとの競争になるそうなんですがもし出場機会が得られなければチェルシーから期限付き移籍で出されてああいつ良さそうだなと思っては呼び戻されるという展開も考えられるそうで、うん、とっても必ずしもチェルシーのユニフォームを着てピッチに立てるとは武藤選手限らないんだそうです、ねうまあただ、やっぱここにね モリーの話じゃないですけど、まあ、その選手が活躍できなければこういう話題も出てこないと思いますからそういう意味で言うとやっぱこういうビッグクラブにまた日本の選手が注目をされてくるっていうのもねやっぱすすごいなとは思うんですよ、うん、ただ、まあ、これチェルシーに入ったからいい経験で終わるんであれば。うん まだこうタイミングっていうのがどうなのかなっていう感じがしますよね。はあはあ、FC 東京、今、J1 の上位で頑張ってますよ、はい、武藤選手自身もヘッドでゴールをこの間決めて、うん、調子良さそうでも、調子というか、成長をどんどんしていってるのが伝わってくるじゃないですか、日本代表でも試合出て、で活躍して、うん、J リーグではまたさらに自分のチームで自分が引っ張っていくっていう形の。 今乗ってきてると思うんですよね。顔もシュッとしてるしね。本当、はい。<laughs> どうでしょう。どんどん試合に出て伸びる時期もありますし。はい、逆に、このチームではもうやり尽くしたから、海外へ行きたいという時期もあると思います。うん、元尾選手はやっぱりまだ試合に出た方がいい時期ですかね。まあ、まあ、どう、このチェルシーに行くというね。ビッグクラブに行くというよりも、本人も行くからには。自分がここにやっぱ出るという気持ちを持っていかなければ。 ななかなかやっぱね誰々がいるから、まだその後でっていう気持ちでいくとなかなかこう成功しないと思うし、うん、まあどういう人がいても自分がそこで活躍をというタイミングだと思うんで、はい、まあただ、この声がかかるというこのタイミングがね、うん、まあいつでもあるとはまあ思わないと思うんですよね、これタイミングというものがありますからうんうん、うん、だけど、まだ若いから、とりあえず FC 東京で優勝すればいいんじゃないの、うん 1> 今1位ですから、ね、ね、FC 東京、はい、まあでも、チェルシーでやってるのも見てみたいな、<laughs> <laughs> それは行ってみたい、ね、夢ですよね、そ,それはね、はね優勝してタイトル取っててだったら、7億もうちょっと上がるかもしれないもんね、可能性はないとは言えないでしょ、うん、タイミングとは言え、うん、そうですね、今また J リーグでも調子いいですからね。はい で元セレッソの柿谷選手は今、スイスのバーゼルというチームで頑張ってます、はい、いろいろ報道を見ると試合に出られないときでもその一日一日がすごく身になってますというコメントを読みます、うんはい、彼の場合はこのタイミングで行ってよかったというふうに感じるることもあるんですが、まあ、あの出れない中でも自分がやっぱ今出るために、ね、やっぱいろんなこう環境面でいろんな部分で今、経験というのは今積んでると思うんです。うん でも実際、あそこにやっぱ出だした時っていうのはまあ成長、本当できると思うんで、はい、まあ本人にとってそれがあの経験がやっぱ良かったという風な経験を今はちょっと頑張ってね、経験を積んでるなと思いますけどね、はい。彼自身も一応、ね、セレスソの優勝争いのチャレンジをしてから行ってますやん。そ、はい、そうううでですすね。いことですよ。 チームにもサポーターにも一つの区切りというか、うん、ベストを出し尽くした状態でいったというふうに考えられます、ね、そうめちゃくちゃマークされてる、ね、日本の中でまずタイトルもぎ取ってっていうのも、はい、僕ありじゃないかなという気がしますけどね、うんはい、以上、亀友スポーツジャーナルでした。うん、は,いえー、今日は新顔です。はい、本物の悪道登場という この亀友スポーツマンデーで悪道といえばあのバロテリ君だったんですがイタリア代表の新しいスターが出ました、はい、ヒールが出ました、はい、プロサッカーイングランドプレミアリーグのクイーンズパークレンジャーズというチームに所属する元イングランド代表のジョーイバートン選手です、はい、バートン選手最近では第25戦のサンダーランド戦で7試合連続のイエローカード警告を受けましてリーグ新記録を樹立いたしました。 そしてそれから1週間もたっていない26節の試合ではなんと相手選手選に暴行を加えて一発退場バートンはヨーロッパではあのバロテリ君をも上回る悪道として有名でまた一つエピソードが加わったと言われております。はいうん、でイギリス人なんですけれどもあの本来は非常にキャプテンシーに優れた兄貴肌親分肌の選手だそうです。はい、ただ ちょっと変わり者な一面もありまして試合前にはあのフランク・シナトラの「マイ・ウェイ」はい、<laughs> クラシックと言ってもいいぐらいの古典ですよね「はい、マイ・ウェイ」を聴いてから気分を盛り上げピッチに入るまでいいリズムをもらうということだそうです。はい、はい、で「マイ・ウェイ」というゆったりしたローローとした曲を聴いて入るのにピッチに入って何かトラブルがあるとこんなこともあるんです。うん、試合に勝った後 体に障害を持つ味方のサポーターに真っ先に駆け寄ってユニフォームをプレゼントここまでは素晴らしい、うん、それに対して相手のサポーターが何かヤジを飛ばしたそうなんですがそこでなんとパンツを下ろしてお尻を出した <laughs> したかもこれが全国にテレビ放送されていて大問題公然わいせつとして聴取され罰金4400万円払えるからすごいねこれサッカーの人たちはね。<laughs> でこれぐらいなら愛嬌もあるかなというふうに取れなくもないんですが、はい、これは良くないですリバプール市内で絡んできたリバプールのサポーターの少年を殴りまして禁庫6ヶ月の実刑74日間服役もしました刑務所内では模範囚として振る舞い溶接の仕事に熱中プロ並みの腕前になって出所したということですこれ <laughs> <laughs> は真面目かもしれません、はい、2007年スペイン戦でイギリス代表としてデビューしましたただコメント 俺はガキの頃から代表ってのは国のために命を張る場所だと思っていただがこのチームは育ちのいいボンボンばっかりで話にならん代表の魂がないファンはなけなしの小遣いを握りしめてチケット買ってくれてるんだそれを少しは別れよなどと堂々と批判しまして以降代表に呼ばれることはない <laughs> 言ってることは亀井さんもう悪くないそうですねあの正しいと思う、うん、はい。 スコミ対応にもちょっと問題があって損をしているのかなと思いますが2009年にイギリスのタイムズが発表した現代フットボールに不要なものベスト15に堂々とランクインしました、うん、記事には倒れている相手に蹴りを入れるようなやつはいらない Google でバートンスペースクズと検索してみろ3万件もヒットするんだと書かれまして これを読んだバートン君は大激怒消火器などを持って編集部に殴り込もうとしましたが同僚やチームスタッフに止められて事なきを得たということです。うん 私などは昔のビートたけしさんの事件を思い出してしまうんですけれども <laughs> ねえ、まあ、なかなかの悪道でもこのコーナーの入団おめでとうございます言いたいたとこですね<笑><笑>やや取り上げるのが遅すぎた感もありますがこういう人もいるんです、ねまあ、だけどレジェンドはもうマラ様がまずね <laughs> まあそうですね、えー、2<れ>ツートップケ<れ>さん格さんぐらいのポジションですかね。<笑><笑> あの読んでるとね、んそんどっちかって悪いっていうのは、熱いやつのようにも思えるんですよ、これ、7試合連続警告って、ポジションによっては、味方のやっぱミスでどうしても止めに行かないといけなくてもらうことっていうポジションもありますから、点取りアっていうよりは、中盤で体を張って攻撃の目を積むボランチなんかのポジションだそうですんで、だからそういうことでまあ重なっていってっていうのも、あ,あるのはあると思うんですよ、ポジション的に。はいはいはい でまあ、ただやっぱチームにやっぱその1枚試合の中でねクソいポジションが一発退場とかでやっぱいなくなるっていうところのやっぱこう感情のコントロールっていうのはおそらくパッと火がついた時にいってしまうんだろうなって感じがしますねでも,でも森さんいろんなサッカーのゲストの方に伺うと、はい、いや森さんは、はい、ああ見えてピッチに入ると性格変わるんすわ、はい、と。はい 怖いですよピッチの中ではっておっしゃってましたけどいや、あの <laughs> まあそれはね、みんなそう、神さんもそうだと思いますけど、なね、そう勝負ですから、負けたくないっていうので、よくこうね、はいまあ、イエローカード、僕ももらいましたけど <laughs> その闘争心と、やっちゃいけない線引きのコントロールっていうのは、やっぱりあるんですよ、ね、<laughs> まあそうですね、うん、でも結局はそれがチームに迷惑かかりますから、うん、まあそういうところまで考えて、ある程度こう自分もコントロールしていかないと、熱、うん、くばっかりなっていくと、プレーが雑になってきますからね。はい 熱い部分はプレーに集中ということでただ僕のバート君僕ねそんなに悪いやつじゃないなと思うのが一つありましてこのフランク・シノタロの「マイウェイ」を聴いてるっていうねフィーリング・これどっちかっていうとあのセックス・ピストルズのこの「マイウェイ」言うとちょっとまずいぞと思ったけどパンクロックフランク・シノタロ言ってる時点でまあ言うたら日本で言ったら演歌を聴いてるみたいなもんだもんねだから割れるやつじゃないともねとにかく夢を与える仕事なんだから。 プレーは熱くでいいから、はいはい、ね。普通の人に愛されるような選手にぜひなっていただきたいと思います、はい、以上仮面をつたむのちょっと仮面でしたさあここからはセレッソ大阪アンバサダー元日本代表森島弘明さんのわしが言うたる J サッカーコーナーです早速参りましょうまずはセレッソ大阪の戦い開幕しておよそ1ヶ月 7試合で3勝1敗3分けということで、えー、当然、勝ち点も順調に積み上げてるんですが、うん、順位の方は5位という状況です森さん、今の現状についてはどんなふうにご覧になってますか、はい、いや、あの、まあ、順位は5位という形でね、あの前節も、まあ、金沢に負けてしまいましたけど、はい、まあチームとしては、まあ、監督のアウトウリ監督が、まあ、いろいろなこう選手というところを、うん、まあ、 見極めながらチームのやりたいことっていうのも全体に伝えていくっていう言いながらこうチーム作りをしていると思うので、まあ、見ててあの悪くはないと思うんですよね。まだこれからどん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 ん良くなっていくだろうなという感じはするので得失点差を見てみますと得点が13で失点が9です攻守のバランスみたいなところ具体的にはどうですか、攻撃、まあ、守備。得点は取れてると思うんですよね。はい、まあリーグの中でも取ってる 思うのでこの失点というところも、うん、ただこれ、あのまあ、守備が悪いというよりは、はい、やっぱその攻撃の、まあ、もっとこういい形で機能しとけば、それだけ守備の負担というところも少なくなるわけですから、うん、まあ相手にそういう部分で前、前のこう、ね、攻撃もちょっと単調なりすぎて、うん、逆に相手がそのボールをつなげる時間も作って、こういうチャンスで失点してるっていうところもあるので。うんうん ね、だからまあ、失点してるから守備が悪いっていうふうには、僕は、まあ、そうは思ってないですね、まあ、守備はすごくこうバランスもいいですし、だからまあ、あとはやっぱ攻撃の連動性っていうものが、今のチームに出てくると、はい、もう全然、まあ、チームとしては今シーズン十分ね、優勝というと、この優勝争いももちろんできる戦力もいますし、今後の鍵となるキープレーヤー、森さんはそれぞれどなただと思ってらっしゃいますか。 まあキーマンというかもう山口蛍はまずやっぱチームのキャプテンでもありますしまあパフォーマンス見てても,もうあの動きとまあ危ないところをこう察するこのねうん感じ方というのもすごいものがやっぱあるので間違いなくその山口蛍というのがまあチームのこうバランスを取っていくと思うんですけどまあ連動性という話をしましたけどやはり攻撃の今ス助っ人のフォルランカカウパブロというところの中に。 やっぱ日本の玉田,田であったり関口選手というのがやっぱこう、試合にどんどん出ていくというところがうん、うん、僕はポイントだと思いますね。うん、その選手たちが入ることによって、まあ、連動性というのは間違いなく出てくると思うので、うん、まあそこの選手というものが、まあ、いかにこう、まあ、常にこう出てくるかというところが大事でしょうねなるほどね。 玉田選手はグランパスでそして関口選手はベガルタやレッズで経験のある立派選手ですもんね、うん、このあたりをどうちゃんと活かせるかと、ねうんえー、上位陣を見ますと首位が千葉、これ4対4でもうすでに対戦があって引き分けています2位が岩田、3位が長崎そして4位が金沢となっていますがそれぞれになんというか侮れないチームばっかりですよね、J2 も。そうですね、うんまあ、ただ怖いのはやっぱこう見てると ジュビロもどうかなと思ったんですけど、はい、まあ助っ人も入って、はい、なんかちょっとやっぱジュビロが、ね、その七海洋瀬レストでもプレーしてましたけど、うん、まあちょっとチームの形っていうのをね作ってきてるなっていう感じしますねまあ七海洋のレフティって言われてましたけどそのね小林っていう4番の選手がいるんですけど、はい、まあのびのびとなんかその七海イズムをこう持ちながらプレーして、うん、その助っ人の選手であったりをね、うん、うまく操ってるんですよ。なるほど うん、こういうところの部分でもやっぱこうジュビロも、ね、優勝というところを考えると、うん、まあもちろんジェフとかもありますけど、まあ、この辺っていうのはねこれからも当たりますからねただ、ペリスレスソーはねここはもう勝って抜けていってもらわないといけませんからね。 いやもう、それはもう亀さんが試合毎回来てくれたらどんどん勝ち点も増えるわけですからも実況ブース船ようこそさて J1 ですが第5節まで終えました1位が FC 東京と裏割れず3位にガンバ大阪4位メガルタ仙台5位にサガントスという展開です。ででもう一つのの地元大阪のチームガンバですが、うんやっぱ やっぱり宇佐美選手がもう本当に覚醒してる感がありますよね、うん、いやもうこれも乗ってきてますね3試合連続ゴール、うん、まあ得点という結果というかねもうすごくこう出してますし存在感というかなんか宇佐美のところに入ったらこう点が入りそうという、はい なんかそういうみんなのこう期待を背負いながらのびのびやってる感じがしますよね宇佐美選手といえば、まあ、スピード抜け出してきてからのテクニックが素晴らしい選手だと思うんですが、はい、えと先日の試合ではボールをゴールに背中を向けた形で受けて、うんはい、そこからすごいトラップで振り抜いたシュートとか、うん、左に展開して右足でシュートとかディフェンダー背負っても自分で決められるような。 画面そうですね、だからそこでかわして終わるっていうんじゃなくて、そこまでだったら、わあ、いいチャンス作ったなで終わると思うんですけど、はい、そこを自らがやっぱ、最後、シュートで決めきれるっていうところの、うん、なんかこう、まあ、代表でも得点取ってますし、はい、やっぱこう自信というものが、よりそういうところのゴールへの意識っていうのをね、うん、本人に強くしてるんじゃないかなという感じはしますよ、ね、あもう本当にこう、ゴールに飢えてるというか、うん、代表に飢えてた。 ところで代表行けて、はい、点取ってみたいなところも含めてグアっと今気持ちがめちゃくちゃ乗ってるのからとそれが無党にしてもそうやと思うしやっぱゴールを俺がこう取るっていうところに顔出してきますから、はい、まあそういうところで言うとそういう世代がどんどん乗ってってるなっていう感じはしますよねそうなるとやっぱり双上効果ね、うん、あの対ガースでもマートンにごめんす<う>ごめんマートンって言ったように、はい、そういう選手が目立つと。 マークもそっち行かざるをなくなると他の選手もまたこう動きやすくなるとかっていうことになるんですよ、ねうん、そうですよね周りの選手たちにまたそのチャンスっていうのが広がってくるわけですから、うん、まあそういうところでいうとなんかやっぱ面白い選手っていうのはやっぱり必要ですねああおもい選手ね代表の話もちらっと出ましたハリル・ホジッチ監督の新生日本代表チーム親善試合2試合戦って2連勝ということになっています、うん、セレストでは山口ホタル選手も頑張っていい、うん 貢献をしていると思うんですが、はい、森さん、ざっくりで申し訳ないですけど、はい、ハリルジャパンの今の状態、どう,いう,ふうに見てますかま,あまだまだこれから伝えていくものっていうのはあると思いますし、うん、ま,あまだ言ってもね、2 0ですから、これからだと思いますけど、うん、まあただ、日本のサッカーっていうのが、よりこう前への意識っていうのを持ってやっていこうっていうメッセージは、うん、まあこの2試合戦った中ででも、ああ、いや、こういう形でやっていくのかな、よりこうスピード感を持ってやるんじゃないかなっていう,う,んうん、うん。 感じはね、まあこれは伝わってきましたし、周りの選手たちも俺らにもチャンスがあるという、はい、いい意味で、まあ J リーグもそうですし、海外の選手たちもそうですし、みんながこうちょっと代表へこう何ですかアピールしていけるっていう、うんはい、まあそういう部分で、まあ J リーグも活性化されるんじゃないかなと思いますよね。うん、いい意味で欲が出たんですよね。ついにね、森リさんが注目している選手、日本代表関連ではいかがでしょう。まあそれは山口太郎もそうですけど、まあ。 宇佐美であったりそういうやっぱ勢いを持った選手たち若い選手たちというものが、うん、まあこれからこうどんどん活躍していくということがすごい大事だと思うので、はい、まあそういう意味で言うと今まではどちらかというとまあ経験豊富な、ね、前線で出た岡崎選手であったり、まあ、本田選手であったりというところ香川真司だったりというところだと思うんですけどうん、うん、またその下の世代というところの活躍というこの勢いというのは宇佐美選手だったり武藤選手というのは ま、もうこれ日本のサッカー界の攻撃の部分というのを引っ張っていく活躍かなと。はい、なるほどね。ねわしが言うたる j のコーナーでした。さあ、今日は森島弘明さんをお迎えして、セレッソ大阪、そして j リーグ、<laughs> さらには日本代表のお話も伺いました。 なんか春になってどんどんいろんな出来事が変わって日本代表も監督が変わって動き出してるような気がしますねサッカー界も本当にこれからもね、いろんなこど,うどんなことが起きるんだろうっていうのすすごく楽しみではありますよ、ねうんあのー、ハリのハリルホジさんフランスの方ということで、はい、なんかトルシエさんとの共通部分を言う方もいらっしゃいますね。 もうそこの共通部分があるんだったらねどういう風うにチームが活性化されるのかちょっといろんな意味で楽しみではありますけどね、うん、なるほどね,ね鳥栖さんのことも知ってる森さんとしてはいろんな思いがあるのかもしれません鎌 <laughs>、ね、山さんタイガースは明日からドラゴンズと名古屋ドームですそうですねだからまあセレッソ頑張ン元気ですからね、はい、もうセレッソンをもっとガンガンと練習していただいていいあとも野球タイガースとバフォラーズ、はい、なんとかね 来週は楽しく伝えられるように頑張っていただきたいと思います。森竹はどうもありがとうございました。ありがとうございました。いしたはい、ということで今回5年で失礼します。また来週です。